ペースを狙ってきました。ボレーシュート石井大吾。いやー来ましたね。素晴らしい。いやなかなか見れないシーンですよ。いいボール、そしていいキック、ちょうどこう振りやすいところにボールが配球されないと打てないボールです。はい、小笠原のパス、ここのね本当相手の隙をねしっかりと周りを見てね空いてるところを探しましたね、小笠原選手はね。西大吾シーズン初ゴール、3対1になりました。